お前はもう死んでいる。何？ゲゴワンって嫌やね。今日より明日、久しぶりに人間に会った気がする。そうやな。あー、じいさん、じいさん、お前たちに今日を生きる資格はない。そうやな。これさっきのやつやな。スペードかなんかじゃなかったっけ、こいつって。無駄だ。いかつ。お前はもう死んでいる。私の肉が。あったな、これ。出た、ヒレブ、みんな知ってるやつ。いけるんかな、めっちゃむずいな。練習せなあかんのかな。執念に勝る俺の怒りだ。怒り、悲しい。俺の命はあとどれくらいだ。一分だ。少ない。絶対わかんねえな、人間やったら。俺いつも腰そんなくなんねんけど。俺たちの戦いは永久に決着がつかないのだ。どういうことだ、シン。お前からユリアを奪った後、俺はユリアに与えうるべき全てのものを与え続け、ユリアの気を引こうと必死だった。おー、なるほど。宝石、ドレス。絶対1分以上喋ってるやろ、これ。漫画やったらシャニムに走ったみたいな。うん、あんま覚えてないけど、あのシーン好きやけど、回想シーンみたいな。見ろユリア、お前の町サザンクロスだ。この町のすべてがお前のものだ。何も考えなくていい。すべてがお前の意志のままに動く。えぐいな。これでもまだ心は動かぬか。シン、私の心は変わりません。私の心が変わらない限り、あなたは同じことを繰り返すでしょう。いえ。テーブルクロスみたいな服着てるな。もっとひどいこと。ユリア、何を。罪もない人が何人も苦しみ、何人どこやないや。死んでゆく。そんなことは私には耐えられない。ユリア。高速で震えてるみたいに見えるからちょっと笑うてな。大事な場面やねん。最後まで俺はユリアの心を掴むことができなかった。シーンちょっと恐ろしすぎるもんな。いつもお前がいたからだ。ユリアのために気づいたこの町があいつの墓標になってしまった。あ、墓標か。土俵って聞こえた。なんでと思う。こんな町も権力ももう1分過ぎたぞ。俺が欲しかったものはたった一つ。1分やったんちゃうん。ユリアだ。シーンやけど、ケンとキングの間にそんなことが。でもケン、なんでそんな奴のために墓を。
同じ女を愛した男だからだ。名言やね。うん。ババア。ババア絶対体でかい。しっかりしろよ。悪いやつやん。お前は本当に優しい子じゃよ。優しいなこれは。それでバットはもらおう。バット体に気をつけてな。バット最後だ。母さんと言ってやれ。母さん。怖何それよく喋る狼だ。お、貴様 いつの間に俺を助けるつもりなら手出しは無用だ。そんな気はないが、二人の方が仕事が早い。ええやん。お互い女の涙には弱いと見えるな。かっこいい。さて行くか。直せるのか本当に。ああならば頼む。ケン、すげえなケン。賢明という飛行をした。賢明、うん、すぐ兄さんの顔を見ることができる。本当にこの目が再び。来てくれ。話。ケン、話と。お前は胸に7つの傷を持つ男を探していたのだったな。まさか。そうだ。その男は幸せの絶頂にあったアイリをさらい、俺の両親を殺したのだ。俺の胸にも7つの傷があるとしたらどうする。何？お前の胸に7つの傷。でんじゃないから。これは兄さん。アイリー、その目は見えるの。まだぼーっとだけど兄さんの顔も見える。よかったよ。アイリー。ケン、これはお前がアイリーを連れ去った本人だと言っても信じはしない。レイ、アイリー、お前を連れ去った男の顔を覚えているか。あの男の顔はわからないわ。いつもヘルメットをかぶって顔を隠していたから。やはりケン、その男はもしやお前の名を語る。まさか心当たりがあるのか。まあ俺もあるけどな。うん。貴様のその目が弟に似ている。何だこれ。お待ちください。なんだジジイ、この子は今日まで兄のため手となり足となり一生懸命生きてきたのです。それがどうした。許してやってはくれませぬか。ダメだな。本当によくできた弟だ。あー、タブーワードやなそれは。何？よ
くできた弟。ああ、何卒お待ちを。兄より優れた弟など存在しねえ。そうだな、うん、それタブーワードや、弟いうの。貴様の無力さ思い知らせてやる。マコ姉ちゃん、あ、アキー。そうや、アキーやな。なんだ、思い出したわ。しゃ、これ何回入れさすね思ったわ。バカな、そんなバカな。あの、ノミスクリアしたんちゃう俺。そんなスローでは俺は倒せない。お前の攻略のために果てた4人の怒り、悲しみ、じっくりと味わうがいい。待て、ケンシロ、話せばわかる、話せば。まずこれは真の分だ。一人の分多いね、これ。ユリアの分。そうな、ユリアの分は一発なんや。三人目はあの幼い兄弟の分。ちょっと待て、まさかその矢を。やめてくれ、そんなもの刺されたら死んじまう。なそして最後、これはお前によって全てを奪われた、もう俺の怒りだ。かっこいいな。貴様にその醜い死に様がふさわしい。だがあと数秒でお前の体はこの世から消え失せ、終わりだ。終わりだと、バカめ。お前にはまだ二人の兄がいるのを忘れたか。何、貴様の地獄が目に浮かぶわ。何言って知ってるやろ。なんとかなったか。ああ、なんとかなったわ。とりあえずここまでは。残り体力がきつい。なんだ、体がしぼんでいく。北斗神拳の歴史は2000年。貴様ごときに極められる剣ではない。まあせやろな。おぉ、かっこいい。久しぶりの北斗神拳王、残骸赤穂剣。百裂剣と思ったわ。アヒラ勝手にとめきくり。飛行失言をついてある。地獄まで自分の足で歩いていけ。自分で飛行をついて止めてみろ。めっちゃ探すやん。誰踊ってるみたいになってる。指がなくては付きようがないか。なぜ天才の俺がこんな目に。なぜやああ死んじゃった。正直強かったけどな。貴様のことを一番知らなかったのは貴様自身だ。やな、天才でもなんでもないからな。